高松琴平電気鉄道600系電車及び700系電車は高松琴平電気鉄道が保有する通勤系電車である。1998年から2002年にかけて入線した。中、本校では以下高松琴平電気鉄道について民事再生法適用以前は琴電、それ以降は琴電と省略表記する。電の長尾線、度線は 地上施設や、線形の都合上型車の入線ができず、老朽化が進む運用車両の置き換えが遅れていた。一方、名古屋市交通局の東山線及び名城線は、車両の規格が全長15メートル級と小さく、1980年代後半から車両置き換えによる廃車も発生し始めていた。車両保守会社である、K、KO10 整備はこの両車に目をつけ、 こと限に対して改造・導入プランを提示し、2社間での車両移籍が実現した。対象となったのは1969年から1974年にかけて日本車両製造で製造された東山線の250系、700系、300型と名城線の1200系、1600系、1700系、1800系、1900系の各形式で、 1990年代後半に廃車となった比較的新しい形式である。各形式の詳細については、名古屋市営地下鉄時代の記事を参照。600系は、中間車から先頭車に改造された車両が区分された。切りまで、運転席が広く取られ、非常口扉が、車体中心より正面向かって、左にオフセットされる、全面形状を持ち、250型は、 名古屋市営地下鉄時代700系1600系1700系1800系1900型はことで入線時に先頭車化改造が行われた。両車では窓の取り付け方法、乗務員扉形状等に差がある。また、全車は入線時に運行番号表示窓が塞がれ、貫通扉に渡り板が設置された。後車のうち、 1999年入線の603から604、625から626は、全面方向膜が、KO3000 系廃車発生品の側面用、方向膜が流用された関係で他社より小さかったが、2000年7月に他社と同じ大きさに改造されている。2両編成12本24両が入線。一方、700系は、製造時から先頭車の300系。 1200型のみが区分された。これらは3つ折りつま形状で中央に貫通路を持つ。300型は全面方向膜がなかったため正面向かって左の窓内に KO3000 系の廃車発生品の側面方向膜が設置された。1200型は製造時より非常口扉上部に設置されているものが使用される。2両編成2本4両が入線。 機能的に発射者こと電形式による大きな差はない。奇数番号車、偶数番号車の2両で1ユニットを構成し2両編成で使用される。入線に際し蒸気以外に以下の改造が慶応重機整備北の事業所で行われた。全車非冷房であったが入線に際して冷房装置が設置された。冷房能力の関係で初期改造車は 京王電鉄廃車発生品のプー -2203 を中央に1機と小田急3100系廃車発生品の CU193 を両端に2機、後期改造車はプー -2203 を中央に1機と専北、高速鉄道100系廃車発生品の CU191P を両端に2機という変則的な組み合わせとなっている。冷房設置に伴い、車内天井は、 比例棒時代のファンデリアからラインデリアと吹き出し口に床下は補助電源が冷房電源供給のため電動発電機から新品の SIV にそれぞれ交換された。特に元東山線車両の場合、比例棒時代の通風用風道撤去のために屋根そのものが一部張り替えられた。新設された冷房風道は屋根状に張り出しており屋根が2段になっている。 名古屋市営地下鉄は第三機上方式であったが、ことは河川終電方式と終電方式が異なるため、パンタグラフが奇数番号車の連結面よりに設置された。新設されるパンタグラフは1100型で、すでに同型のものが使用されている、京王電鉄廃車発生品の PT-4201S が選ばれた。これに伴い不要となった。 台車終電窟は撤去されたが、本体は、車高調整のために心皿部分に補助枠が挿入され、ブレーキ周が、レジン製から中鉄製に交換された程度で、継続使用されている。形式は、KH46CS、または FS354A で、軸拠線 800mm の小ぶりな台車である。主電動機は、 タネ社の HS-830KRB、HS-830GRB 及び MB-3092E を基本に、河川電圧の違いから、小圧改造がなされた。いずれも、端子電圧 375V 字で、出力 68.75kW であり、1両、あたり4機搭載となっている。なお、これはトとンで,で最も低い部類に入る。 制御機は2両で固定編成となることから、小圧改造を機に自家並列制御の配線変更が実施され、各社独自制御から奇数番号車による2両一括制御へと変更された。各社とも日立製作所製の MMCLTB-10C を搭載する自動加速車であるものの在来の旧型手動加速車との連結運転を行うために主幹制御機が 自動加速車用から HL 車用にブレーキが HSCD から電磁 SMED にそれぞれ交換されている。その他、自然通風式抵抗器の増設と自動放送装置の撤去、窓指示エッジゴムを白色から黒色に変更、空気圧縮機がコトデン標準の C- 線に ATS 等の保安機器類がコトデン対応のものにそれぞれ交換されている。客室は、 全面的に改装され、壁の化粧板、床材、座席モケット、吊り革、結コミータ等すべて交換されて、既存のこと電車両と同系統の衣装となった。また、網棚と座席下の電熱式のヒーターが新設されている。1998年7月より、毎年長尾線と四導線それぞれに1から3編成ずつが投入された。 両線の線路はつながっていないこともあり、両形式とも所属路線の明確化のため、長尾線用が番号下2桁0一体の0番台、指導線用が番号下2桁21体の20番台と区分された。方向膜、両開き扉、WN 駆動方式、発電制を SIV、冷房装置等の要素は長尾、指導線発であり、 塗装も白地に黒とエメラルドグリーン体の新色が採用された。2000年までに長尾線に 600K601 から612、700K701 から702の2両編成7本、指導線に 600K621 から630、700K721 から722の2両、編成6本が投入された。この時点で、 指導専用に600系2両編成1本が改造中であったが、コトでンが、総合グループの経営破綻を受けて、経営危機に陥ったため、改造は中断となり、京王0規制備内で保留者となった。翌年より、民事再生法に基づく再生計画が始まり、先日の2両の改造が再開された。この時、 投入先が昼間の運用は、全冷房車化されていた指導線ではなく、非冷房車率が高く、冷房車の必要性が高い長尾線に変更され、2002年12月に613から614として竣工した。この2両の塗装は、新生ことのラインカラー製導入により、長尾線標準色の上半分アイボリー、下半分は青緑となった。その後、既存の600系、 700型もラインカラーへの変更が進められ、四度線標準色の上半分アイボリー、下半分赤が発生したほか、積極的にラッピング車両が運行されるようになり、現在までにことでん、マスコットキャラクター、ことちゃんが描かれた、ことちゃんン路号、ことちゃん限定号、伊藤園、大いお茶の黄緑、サンクスアソシーツ東四国のオレンジ、瀬戸内夢虫館の、蝶、クワ型、 新屋島水族館の赤、香川家自動車協会のピンクといった各宣伝色が発生している。なお、広告種、デザインは両線のラインカラーが考慮されている。2003年、ことでの完全冷房化のため、長尾線が京浜急行電鉄から購入の大型車、受け入れ工事が行われることが決定した。観光した2006年にはプラットフォームが削られて、 車体との隙間が大きくなったため、長尾線所属車両は、ドアステップが取り付けられた。完全冷房化計画では、長尾線への新車投入で600系、700型を、四度線に転用し、四度線に残る旧型車を置き換えることとされたため、2006年7月より1200系50番台との交代で600系607から610、が、 続いて2007年に1300型と交代で600、計611から612と700計701から702が、指導線に転用された。2006年度転用分は増結者として、2007年度転用分は、そのまま2両編成での使用となり、それぞれ番号変更がなされた。現在、長尾線に600計2両編成2本が、 琴平線に600系2両編成2本が、四戸線に600系2両編成6本、600系800番台4両、700系2両編成2本の全28両が在籍している。長尾線1 3 0 0系2両編成2本が投入されたことにより、600系2両編成2本が琴平線に転属した。琴平線用の車両は、 琴平線の他の車両が18メートル級車に対して15.5メートル級車であることもあり、主に平日朝ラッシュ時の高松地港、富津生産、一宮間の区間列車に2編成を連結した4両編成で、平日夕方ラッシュ時の高松地港、立野宮、琴殿琴平間の列車に1080系、1100系、1200系霊番台との4両編成で、それぞれ使用されている。 増結車車内指導線では、ラッシュ時に3両編成運用が行われており、単行の旧型車による増結が行われていた。これの置き換えのため、2006年に長尾線から転用された600系に編成4両が増結車に改造された。編成は分割され、全車河原町側向きとなるよう、こと電子度向きだった偶数番号車は、 方向転換と車両間ジャンパ連結器の位置変更が行われた。増結専用とされたため、主電動機と奇数番号車の制御機は撤去され、逆に自社で冷房電源がまかなえるように、偶数番号車には終電用パンタグラフが奇数番号車には CP、SIV が増設された。これにより元番号による性能差がなくなっている。同時にブレーキが 電磁 SMED から電磁須に変更された。客室では連結相手の大半が前面扉がオフセット配置される600型で貫通ホロの連結ができないことからつま貫通路が固定窓によって塞がれた。また座席撤去の上で車椅子スペースが新設され主導線発の車椅子スペース付け車両となった。改造後は 元番号順に801から804と不満された。番号から一部で800系と紹介されることもあるが、正式には600系800番台という扱いとなっている。801.802が同年9月、803.804が10月に運用開始した。長尾線、四戸線琴平線。ありがとうございます。